皆さんこんにちは。本日は真夏のジョギングが効果的な理由と正しいフォーム、こういったテーマで解説をしていきます。いやー、いよいよ来ましたね。この暑すぎる夏、本当に暑い。こう暑いと全然スピードなんか上げられない。もうジョギングをするので精一杯、こんな方多いんじゃないかなと思います。今回はそんな皆様に朗報、ジョギングだけでも走力や持久力、これは向上していきます。今回はそのジョギングでどういった効果が得られるのか、これを解説した後にこれだけは意識してほしいというジョギングのフォーム、これを紹介していきます。もちろんね、ジョギングだけやっておけばいい、そういったわけではないんですけども、しっかりと夏場にじっくりとジョギングをするだけでもかなり走力の向上を見込みます。そういった意識でやっていくと練習の取り組みも変わってきますよね。ぜひここでね、一緒に学んでいきましょう。まずそもそもジョギングとは、これ Google 先生の調べによると、ゆっくりとした楽な速さで走ることをジョギングと言います。つまり走っていても気持ちよくて強度が高くないところをジョギングと言います。つまりこのタイムからこのタイムで走るのがジョギングだよと決まってるわけではないということですね。つまり体感的にも楽である、そして気持ちがいい、こう感じるのがジョギング、そう思っておきましょう。そして真夏に限らずなんですけども、このジョギングで得られる効果っていうのが、マラソンを行う方にとってはすごく大切な能力、これが身につきます。それは心筋、つまり心臓の強化です。つまりは楽しく楽に走ることによって、この心臓、ここが強化されていくと思ってください。この心臓への負荷のかけ方というのは大きく2種類あります。一つは心拍数を上げること、そしてもう一つは1回拍出量を上げること。1回拍出量というのは、この心臓が1回ドクンとなった時にどれだけ血液が循環するか、これですね。要は心臓のこの1回のドクンの強さ、これが1回拍出量です。この1回のドクンがどういった時に強化されるか、それはスピードを上げている時ではなくて楽に走っている時、こういう時にこの1回のドクンが強化されていくと言われています。逆にインターバル走のような速いスピードで走っている時というのは、1回拍出量、この1回のドクンはわずかしか向上しません。逆にね、スピードを上げるトレーニングっていうのは1回拍出量じゃなくて心拍出量、つまりは心拍数が速くなっていきますよね。こちらの強化につながっていると思ってください。つまりスピードを上げていくと心拍出量、つまり心拍数が上がっていきます。そしてゆっくりとしたジョギングのような強度のトレーニングだと、1回拍出量、1回のドクンが強化されていく。つまり強化ポイントが全く違うんですね。そんなにきつい運動をしていないのにもかかわらず、心筋、心臓の強化、これにつながっているのがジョギングということです。さあ皆さん、いかがでしょうか。夏場にインターバル走やレペティション走のようなスピード走、これをして心拍出量の強化をする、これはもちろんいいんです。ただし夏場はそれだけじゃなくて、この過酷な環境下、過酷な環境だからこそ、ゆっくりと楽に走ることによって、この1回拍出量、こちらの強化をすることがとても大事なんです。夏の間にこの1回拍出量の強化を行っておくことによって、秋になって涼しくなっていくと皆さんの走力は間違いなく上がっていきます。なので夏場のこの暑い時、なかなか強度が自分で上げられないこの時期だからこそ、じっくりとジョギングを行う、これがどれだけ大事か分かりますよね。なので夏場は30分外でジョギングをするだけでも十分な効果が得られると思って、しっかりトレーニングに励んでみてください。そうすると間違いなく皆さん速くなっていきますから。さあいかがでしょう。ジョギングの大切さ分かったところで、今回はジョギングでこれだけは意識してほしい、このフォームのポイントを意識してほしい、そんなポイントをお話ししていきます。こっからめちゃくちゃ大事ですよ。はい、それではジョギングをするときにめちゃくちゃ大事なポイント、これを紹介していきたいと思います。まずジョギングっていうと、いつもよりというかスピードを出すときよりもゆっくり走る、これ当たり前ですよね。そしてゆっくり走るときにちょっと注意してほしいのが、こういった動きですね。そう、つま先でポンと蹴ってしまう動きです。なぜゆっくり走るときにこうなりやすいか、やっぱりスピードが落ちていくと股関節を使わずに、やっぱり小さな筋肉で走れてしまうわけです。こうやってね、人間の体っていうのは大きなところっていうのは大きな力は出せますけれども、なかなかね、大雑把な動きしかできないんですよね。そして小さな筋肉、つまり末端の方ですね、指先や足先っていうのは出せる力っていうのは小さいんですけども、細かい動きは可能なんですよ。要は末端の方が操作しやすいんですね。大きな筋肉を使うよりも末端の小さな筋肉の方が僕たちは操作しやすいんです。ということはスピードを落としてゆっくり走るってなってくると、ここの大きな力を使うよりも小さく動く、つま先とかでちょこちょこ走った方が走りやすい場合があるんです。なのでジョギングとかをすると、なんかふくらはぎがしんどいとか、なんか指先がしんどいとか、膝周りが疲れる、こういった方が多いのは、ゆっくり走るときに小さな筋肉しか使えてない、こういうことなんですね。
これは速く走った時にこういった再現性が出てしまいます。でもゆっくり走る時もこの股関節周りがしっかりと動いていれば、速く走った時、つまり大きく走った時でも股関節がすごく働きやすくなるんですね。なのでこのジョギングこそこの股関節周り、大きな筋肉をしっかり操作して走れるようになると、マラソンや長い距離のレースっていうのはやっぱりずっと速いペースで走るんじゃなくて、やっぱりペースを抑えよう、そんな局面絶対ありますよね。そういってスピードを抑える時も股関節周りが使えるようになるんですね。この操作すごく大事です。なのでぜひジョギングの時もこの操作できるようになってほしいんです。じゃあこれをどういった意識で伸ばしていこうか。ポイントは足踏みですね。足踏みっていうとこうですよね。足踏みっていうのはその名前の通り、その場で踏む動きですね。なので地面をしっかりとグッと押す動きをすることによって足踏みってできます。そう、足踏みって実はこうやって蹴ってないんですよね。なので足踏みの延長線上でジョギングをする、こういった意識を持ってほしいんですね。まずポイントはその場で足踏みをします。足踏みをするときに大事なのはこの足を上げることじゃなくて、地面に足を置いて踏んづけること、この踏む動きの反動で上がってくる、そういったイメージで足踏みをしてみてほしいんですね。なので足踏みのポイントは上げてくる足ではなくて踏む足、このことを意識しながらまずはその場で足踏みやっていただくと分かると思うんですけども、足踏みしてる時って本当に蹴れないんですよね。やっていただくと分かると思います。絶対蹴ってません。その場で地面を踏んづける動きですね。そしてこの踏むことによって地面反発であったりとか地面反力、これがもらえるようになるんですね。そして慣れてきたらその場で足踏みをしながら走っています。この時も一緒ですね。上げる足じゃなくて踏む足をしっかりと意識します。踏む足、できるだけ着地は優しくする、これを意識しましょう。そしてこの足踏みの延長線上で体重を前に少しずつ倒していくとジョギングっていうのが出来上がります。そうすると後ろに蹴るジョギングではなくて、ちゃんと地面を押しながら股関節周りを使うジョギングっていうのが可能になりますので、 LSD やジョギング、ゆっくり走るということを股関節を使ってほしいです。なのでその場合は蹴る走りじゃなくて、しっかりとグッと地面を踏んで反発をもらう走り、これを身につけてほしいですね。なのでまずはしっかりと地面を踏む動き、足踏みウォークでも足踏みジョギングでもいいので、その場で行って体重移動する、こういった意識を持ってジョギング取り組んでみてください。そうするとね、ジョギングだけど股関節周りしっかり働きます。そしてこの股関節周りがゆっくりの動きでも働くと、レース後半とかレース中盤で少し自分でスピードを減速しようかな、そういった時でもこの股関節周りの筋肉を使うことができますので、これができるとできないじゃレースのマネジメントすごく変わってきます。そういったペースとコントロールをできるようになるためにも、この夏はしっかりとこの股関節周り、足踏みをするようなジョギング、これをね身につけてやってみてください。そうすると秋になった頃にねフォームも変わってるし、そして心臓も強くなってますので、間違いなくね皆さん速くなってます。ぜひね夏はこのジョギング一緒に行って、一緒に速くなっていきましょう。暑いから熱中症本当に気をつけてくださいね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。質問や疑問などあればぜひともねコメント欄に放り込んでおいてください。こちらショートムービー使って回答していきます。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント動画を作る励みになっております。今日の動画も参考になったなと思ったのでぜひともね高評価ボタンよろしくお願いします。そして質問や疑問などありましたらこちらコメント欄に放り込んでおいてください。ショートムービー使って回答していきます。 LINE 公式アカウントでは練習会やイベントの情報などこちらをねメインで配信しております。練習会イベントめっちゃ力入れてますので、ぜひともね興味あるなとか行きたいなと思っていただいている方いらっしゃいましたら、こちら動画概要欄から登録してお待ちください。よろしくお願いします。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画は参考になったけどまだチャンネル登録していなかったなという方、これを機会にポチッとよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンをシェアしていただけるの本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃね。